山川穂高は、沖縄県那覇市出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西武ライオンズ所属、那覇市立城北小学校の時に野球を始め、シュリマリナーズに所属。那覇市立城北中学校時代は、大谷秋彦が名誉監督を務める公式のチーム空沖縄でプレー一類手として、全国大会出場経験がある。一学年下に、 大城拓造がいた。なお、中学校ではバレーボール部に所属していた。沖縄県立中部商業高等学校では主に一塁手、外野手として出場し、二年生秋から四番打者を務めた。三年夏は沖縄大会決勝に進出。この試合では2安打を打つ活躍を見せたが、チームは二年生エースの島袋を用す,する高南高校に2から4で敗れた。 甲子園出場経験はなく、高校通算27本塁打。二学年下には、富士大学、埼玉西武ライオンズでも、チームメイトとなる、田和田誠三郎がいた。富士大学では1年生の春から4番を務め、北東北大学野球、周期リーグでは、打点王を獲得した。二年生時に、第十八回日米、大学野球選手権大会の日本代表に選ばれ、 1> 第1戦で満塁本塁打を打った。3年生時には11月開幕の第26回アジア野球選手権大会の日本代表に選ばれた。大学4年生時の春季リーグでは指名打者のベストナインを獲得した。なお、5月26日の第8の兵学院大学戦では推定飛距離140メートルの本塁打を打っている。6月に第39回日米。 大学野球選手権大会の日本代表候補に選出されたが最終メンバーからは外れた。10月に行われた東アジア競技大会では大学生で唯一日本代表に選ばれて4番を務め、韓国戦で満塁本塁打を打った。大学リーグ通算成績は78試合出場、11本塁打、55打点打率、304。 ドラフト後の10月27日に行われた第5回明治神宮野球大会東北地区大学野球代表決定戦の準決勝対東日本国際大学戦で本類打2本を打ったチームは決勝で八戸学院大学に敗れたが自身は大会の関東賞を受賞した2013年10月24日に行われた プロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズに2位で指名され契約金7000万円、年俸1200万円で仮契約を結んだ。同大学からは4人目のプロ入りで野手では初となった。背番号は33。2014年6月21日の対横浜 DNA ベイスターズ戦にて5番、指名打者でプロ初先発、初出場し、 初打席は死休だった。その後7試合15打数無安打3死休で迎えた8試合目、9月15日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初安打となる本塁打を打った。2軍では5月度の月間 MVP に選ばれた。7月17日に行われたフレッシュオールスターゲームに4番、1塁手で先発出場、2点本塁打を含む3打数に安打。 一死球の成績で優秀選手賞を受賞した。この時、同じく優秀選手賞を受賞した奥郎卿と MVP を受賞した井上春地下の3人ともが体重 100kg を超える巨漢だったことが話題になった。二軍通産では21本塁打を打ってイースタンリーグの最多本塁打者になり打点部門でもリーグ2位だったほか、スポーツ日本選定の新人賞を受賞した。 2015年4月28日に、同チームの高橋光成、石川三つと共に、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜の NPB 選抜に選出された。6月29日に行われたこの試合では、4番、一塁手で、先発出場し、第1打席で2点本塁打を打った。2016年、3月25日の、 オリックスバファローズとの開幕戦では7番、一塁手で、先発出場し、4打数無安打だった。この年、8月19日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、2打席連続本塁打を打つと、21日の対、ロッテ戦、9月20日の対オリックス戦でも2打席連続本塁打を記録した。またこの年、自身初の2桁本塁打を記録した。 2軍では64試合に出場して22本塁打を打ち、2度目のイースタンリーグ最多本塁打者賞を受賞した。2017年開幕1軍入りを果たすも打率、111と成績を残せず、5月1日に登録抹消。2軍戦で打率、312、8本塁打と調子を上げ、7月8日に1軍登録。 8月2日の楽天戦で3打席連続の本塁打を記録した。8月は全27試合に先発出場して9本塁打、28打点、64塁打、24球、長打率、696、出塁率、451と6部門で月間リーグトップを記録し、自身初の月間 MVP を獲得した。続く9、10月も、 全25試合に出場し、リーグトップの10本類が19得点、68、類打、長打率、739を記録し、パリーグ史上3人目、ライオンズの選手としては、初となる野手での2、ヶ月連続月間 MVP 受賞を達成した。8月以降は、クリーンナップ、9月以降は4番に定着し、打撃面で、自己最高の成績を残した。 オフの10月12日にオーバーエイジ枠で第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。2018年は開幕から4番を担当。4月は全24試合に出場し、11本塁打、33打点とリーグトップの成績を記録。4月の月間 MVP を受賞し、前年から3ヶ月連続の受賞となった。 ファン投票で自身初となるオールスターゲームに出場した。9月にはリーグではチームメイトの中村強しなり以来7年ぶり自身初のシーズン40本塁打を達成すると最終的には平成生まれ最多となる47本塁打を記録して本塁打王に輝き、さらには同僚の浅村坂人とに敗れはしたものの最後まで打点王争いを繰り広げて閉幕を迎えた。 自身初となるベストナインを受賞。さらに258票中148票の1位投票を得てパリーグの最優秀選手に選出された。シーズン打率2割台での最優秀選手選出は1989年のラルフ・ブライアント以来29年ぶり。2019年も開幕から4番として起用される。三月四月では全試合に四番として出場し、 本塁打、打点、塁打、長打率の4部門でリーグトップに立ち、前年の9月10月度に続き5度目の月間 MVP に選出された。5月12日の北海道日本ハムファイターズ戦でジョニー・バーベートから本塁打を打ち、1 0 5号本塁打を達成した。通算321試合前での1 0 5号到達は、1987年の 秋山工二の351試合を上回る日本人史上最速記録。外国人を含めるとタイロンウッズと並ぶ6位体の速さだった。5月21日に故郷沖縄の沖縄セルラースタジアム那覇で行われた福岡ソフトバンクホークス戦で松田両馬から外戦本塁打を打った。2年連続でファン投票によりオールスターゲームに出場し、 第一戦の関東賞を受賞した。交流戦後は調子を落とし、4番の座を中村豪也に譲ると、以降の試合では1試合を除いて4番に戻ることはなかったが、最終的には43本塁打を記録して2年連続の本塁打王とベストナインを獲得した。11月25日には2020年シーズンより、自ら志願し、背番号を3に変更されることが発表された。 12月5日に1億円増の2億1000万円で契約公開した。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で120試合制となる。9月3日のロッテ戦で2014年9月25日以来6年ぶりに三塁で先発出場した。開幕した6月こそ10試合で打率。 295本類打13打点と活躍したものの、7月は打率、226と苦しむ。さらに8月9日の日本ハム戦では、スイング後にバランスを崩し、右足首を捻挫する。強行出場を続けたが不審に拍車をかけることとなり、打撃成績はさらに低下した。10月31日には、 右足首の治療に専念するため登録抹消となり、そのままシーズンを終えた。最終的に102試合に出場し、本塁打こそ、リーグ5位体の24本塁打、打点も4位体の73打点を挙げたが、打率は、規定打席到達者中最下位の打率。205、三振はリーグ8位体で、チームでは、コーリー・スパン・ジェンバーグに次ぐ100だった。12月13日に、 年俸1億7000万円で契約を公開した。2021年はオープン戦から開幕4番を任され、シーズン開幕後も4番を務めたが、3月30日の日本ハム戦でシーズン第1号となる本塁打を打って一塁を回った際に左足を痛め、直後の守備からベンチに下がった。診断の結果は、左ハムストリングスの肉離れで3月31日に 一軍登録を抹消された。5月7日に一軍復帰を果たすと、ファン投票で3度目のオールスターに選出され、第1戦で自身2度目の関東賞を受賞した。前半戦は成績が伸び悩み、後半戦での巻き返しを誓っていたが、8月26日に自身が個人契約を結んでいるマネージャーが、新型コロナウイルス陽性となり濃厚接触者の 疑いがあるため登録抹消となった圧倒的な長打力を誇るパワーヒッターその長打力からしばしば現役最強の長距離打者と呼ばれる左足を高く上げて勢いをつけ豪快なフルスイングで全体重をボールにぶつける打撃が特徴また下半身が強靭であることから変化球でタイミングを崩されても体が前に出ないように粘ることができ 長打が打てる。また、レギュラー定着後は、死球も多く選んでいる。入団当時1 0 8キログラム1年目のオフで1 0 3キログラムも、あった、巨漢選手。その後1 0 8キログラム2020年は、肉体改造に取り組み1 0 3キログラムチームメイトである、中村強成と体型が似通っているため、一部の、ファンから、おかわり二世の愛称で呼ばれている。 自身も大学1年生の時から中村の打撃フォームをインターネット上の動画を見て研究しており中村を最も尊敬している。また地元沖縄の豚にちなむアグーも愛称となっている。大学生時代において50メートル走のタイムは6秒2である。またプロイリジの検査で右の握力は83キログラムを記録した。 小学生の頃からピアノを趣味としているが、ピアノ教室に通ったのは高校野球を引退してからの約半年ほどで楽譜は読めない。中学生時代には合唱コンクールでピアノ伴奏をした。幼稚園の頃に始めた書道は八段。チームメイトで同期入団の森友成とは仲が良く、自分より年下ながら、おい、デブなどと呼ばれよくからかわれている。 2017年に結婚。妻は大学で知り合った元ソフトボール選手。女性芸人のユリアン、レトリーバーに似ていると自他共に認めており、2018年シーズンには本類打後にユリアンレトリーバーの調子乗っちゃってパフォーマンスを見せていた。また、大相撲力士の三嶽海にも似ていると言われており、2019年にはドスコイパフォーマンスを行っている。 2021年は当初ドスイパフォーマンスを封印し渡辺武人に譲る予定だったがコロナ禍が続いていることや不審だったことを考慮して撤回した西武応援団が作成した自身の応援歌とチャンステーマ4を気に入っているまた他のチームの応援歌ではロッテ時代の井口忠人の曲が好きであったと述べている俳優の北村一輝と親交がある映画 CM ありがとうございます。